10月17日、愛媛 FC の小川蘇田選手が大学の授業で講演を行いました。これは愛媛 FC のホームタウン活動、ホム活の一環で、この日は愛媛大学社会競争学部の学生を前に、小川選手のこれまでのサッカープレーヤーとしての歩みや、プロのサッカー選手になるきっかけなどを話しました。そして4年生の初めに伝送カップっていう、関西の選抜に、選ばれまして、そこで、愛媛 FC のスカウトの方が見に来てくれて、愛媛 FC に、入団することになりました。愛媛 FC では今後もこのような学校訪問など地域とのつながりを深めていく活動を続けていくとのことです。